せーの、ハルチャンネル、レーザー、ミスユー、パチ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 、はーい。今日はね、大阪のね、はい、坂井泉さんのね、ミュージアム見に行ってきました。ミュージアムね、あのね、3日間ね、10日、11日、12日ってあって、今日ね、あの最終日ね、デイ3はあのシドニーのね、映像ってことでね、1998年のね、うん、レーザーは1年前だよね。ね、でね、今日はそこでね、DVD、あのほら、あれの時にね、あったあの、去年あれでしたっけ、町田で売ってたやつだよね、そういうことも売ってたけど、それの、NHK でね、特番がやった、ザードへ永遠なれ、坂井泉の歌をこう生まれたっていうのの、触りだけね。そうか、負けないという思いをね、うん、生み出したザードはね、泉さんの、そうですね。作詞をね、あの、メモった、ね、うん、映像なんで、見てみましょう。触りを行きましょう。すごいの出てきたね。
尾さん。酒井さんが自らの過去について語った言葉、どんな思いが込められているのでしょうか。当時のレコーディング音源も初めて公開。DVD ブルーレイが発売中でございますので、ぜひとも購入の上ご覧いただきたいですね。やりですか今日の内容。またこの後ね、グッズがね、あと読みがありますからね、そちらの方でまた続きね、このまま見てもらってね。ということで、皆さんコロナの対策しっかりね、検温もしてね、世の中戦争中ですけど、いろいろねお祈りしながら、コロナの基本のね消毒、うがい、マスク、それとソーシャルディスタンスで、ワクチンを、もうこれが4回目って言ってますけど、でもう人に移ってしまいますということね、忘れずにね。それなんかあれでしたっけ、なんかあれはあるんでしたっけ、うん、確かブックレットがちょっとだけ見せます。パーンっていかないかって、そうそう、それやれば出てくると思った。あ、できた。ブロックレートとかちょっとねありますからね。うん、すべて割ればいい。キュッてキュッて、ね、嬉しい。もうちょっとこうやってポーンってやれば出し足りないんだよ。そうそうそう、ボーンってやって、そう、大丈夫だよ。ブックレットがありますが、そこからちょっとだけね、全部見せちゃったらだからね、怒られちゃうから。歌いましたね、心を開いてとドロリアスマイン、そうなのね、
ぜひともご覧の上登録してくださいね。はい、それじゃあこの後あの読みの方に行きます。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあね。